はい、ゆきです。今日はですね、こちら、ペヤングの焼きそばの、たこ焼き風を食べていきたいと思います。うん、もうね、匂いがね、あのね、たこ焼きのね、あのソースなんだわ。うん、多分そんな感じだね。で、こちら、後入れ火薬に、これは、揚げ玉かなが、入ってますんで、ちょっとこれをね、開けて、いきたいと。あらー。でも、たこ焼きに揚げ玉なんてかけないよね。まあ、いいか。それでは、いただきまーす。うん、ああたこ焼きだ、これ。うん、たこ焼き。うん、うん、まあ、揚げ玉が、まあ、あることで、ちょっと、あれなのかな。たこ焼きのさ、ちょっとカリッとした部分を表現してるのかもわからんね。うん、カリカリする。うん、まあ、でもやっぱたこ焼きはさ、まあ、大阪で食ったたこ焼きとイカ焼きもうまかったけど、たこ焼きの専門店の、ね、どこだっけ？東京のさ、まあ、どこでもあるんだけど、秋葉にあったな。うん、あれ、なんて店だったっけな？うん、トロットロのやつな。まあ、いわゆる揚げたこ焼きってやつかね。中はトロトロ、外はカリッとしてる。あれうまいよな。やっぱたこ焼き店で一番うめえのは、あそこちょっと忘れたんだけど、どこだったっけな。なんてとこや。たこ焼き屋の、どこだ。書いてない。いや、確かにね、大阪のね、たこ焼き屋さん。で、一回来たことあるけど。まったなぁ。大阪はあれや。イカ焼きっていうのもあるんだよね。三角形のね、なんか、イカが入ってるやつがあるんだけど。あれも美味しいですね。うん。個人的にイカ焼きが好き。あ、銀だこ、銀だこ。銀だこね。たこ焼き屋さん、銀だこ。たこ焼きは銀だこだよな。うまい。やっぱり。銀だこはうまい。銀だこはうめえよな。うん。築地銀だこ。ね。まあ、ただ、値段が高いような気はするよね。確かに。8個入りで550円。うん。まあ、でも仕方ないかって感じがするよね。うん。
ぶっちゃけね。あの、銀座くんのたこ焼きはあれだもんね。なんか、スーパーとかの銀、あの、たこ焼き屋に比べる、たこ焼きに比べるとさ、結局さ、あの、スーパーのやつ水分吸ったりしてさ、へなへなになってる。柔らかくなってる。でも、これはもうカリカリ、カリッとしてる。パリッとしてるっていうか。うん。パリッとしたら美味しい。まあ俺基本的にたこ焼きにそんな値段変えたくないから普通に一番安い普通のレギュラーのたこ焼きしか食ったことないけど、まあ他のメニューもあるんだけどさ、いろいろ、まあこっちの方が高いんだけど、エビマヨとか、あ、美味しいよね、たこ焼きも確かに。あと、銀だこのたこ焼きはやっぱり、あ、タコが多いよね。タコがいっぱい入ってる。いっぱい入ってるっていうか。まあ、でかいやつが入ってるっていうのかな。まあ、なんだってたこ焼きだからね。やっぱタコがでかくねえとな。うん。あのボリューム感は、やっぱりタコのでかさだよね。なんか、うん、なんかね、そういう、いわゆるさ、フードコート的なところでさ、なんか、安そうなさ、いや、うん、たこ焼き食うとすげえちっちゃいんだよ、タコは。うん。やっぱ銀だこはやっぱり、さすがと言うほかないよね。うん。まあこれはたこ焼き風焼きそば、ペヤング。うん、まあたこ焼きっちゃたこ焼き。てかたこ焼き。なんやけど。なんか普通のたこ焼きが食いてえなっていう感じはしますね。まあ三つ星ぐらいでしょこれは、うん、ということでご視聴ありがとうございました。